印刷会社の中にはたくさんの、えー、例えば納品した印刷物でも何かあったらいけないということで、えー、余ったものを倉庫に、えー、大事にしまってあることがあります、えー、気がつくと三ヶ月半年ひょっとすると一年経つともう終わってしまったポスターだとかなんかも、えー、包んで置いてあるケースがあります、えー、もっと大切なのは、えー、データですねお客様のデータも 何回かこう修正をしたりそれから本番で使ったりしたものがありますがこれもあっと気がつくと毎日数十点時には1 0点近い仕事が流れていくわけですからちょっと気を抜くとすごいデータが溜まってるわけですデータというものは外から見てもわかりませんでもある期間を設けてこれはもう必ず捨てるもんだと これはああと半年間は置いとくものだっていうその赤札作戦、赤い、えー、札を用意して、えー、倉庫の荷物にこうペタペタ貼っていくことによってこれはもう廃棄処分だということもこれから必要だと思います。特にデータの保管というものは、えー、莫大な量になります、えー。ぜひ皆さんの会社でも定期的に毎月 日にちを決めて赤札作戦というものを実行されてはと考えております。